こんにちは皆さん。アナブリック総合研究所の、ケンチです。今日もよろしくお願いします。今日はね、有名なインフルエンサーの死について話していきたいと思います。ジョー・リンドラーさんって、海外でめっちゃね、有名な、フィットネスインフルエンサーだったんですけど、最近30という若さで、亡くなってしまいました。大胸筋をね、波打つようにね、動かす動画、きっとみんなも見たことあるとは思うんですけど、よくアップしてました。IFBB のね、プロを目指していたらしいんですけどね。気になる、死因は、彼のガールフレンドによると、彼は、動脈瘤でね、亡くなったらしいと。動脈瘤っていうのは血管の一部がね、弱くなって、そこが破裂しやすくなる状況のことで、彼は亡くなる3日前ぐらいからね、首が痛かったとね、言っていたみたいなんだけど、それがね、動脈瘤と関係があったのかよくわからないね。何か異変をね、感じていたみたいです。そして彼は過去にステロイドなどの、PED ね、PED っていうのはステロイドとか成長ホルモンね、サームなどのね、筋肉のパフォーマンスを強くするドラッグですね。それ全般ですね。その PED をね、乱用していたものも有名で、ステロイドのね、接種後もずっといつも言ってTRT 治療をね、続けていたとね、言われています。若い頃に無茶しすぎてね、変なサイクルを、組んだりして、最終的には一生ホルモン、補充が必要になる人ね、日本でもいるみたいだからね、正しい知識を持ってサイクルを始めることがね、めっちゃ重要です。また一部の人たちは、の間では、彼がコロナウイルスのワクチンを受けたと、ね、いうことで、その血液中にね、重金属がね、検出されたため、ワクチンが原因ではないかとね、今言われているんですけど、正確にはね、まだ、検視結果が出てないからわからないという感じです。とにかく、アナボリックステロイドの乱用っていうのはね、血液凝固をね、与えるからね、深部静脈血栓症やね、肺血栓塞栓症とかのね、リスクが、上がることがね、確かです。だから、リスクをできるだけね、減らすためには、正しい量でのサイクルをね、守ったり、正しい食事をする必要もあります。特にね、脂質の、摂取方法もね、気をつけないといけないと。ジョーさんがね、亡くなってしまったんだけど、有名なね、ステロイドユーザーとしてはね、リッチピアノさんがね、一番有名だと思います。彼も、2017年に、亡くなりました。アメリカのジムでね、リッチピアノさんのトレーニングをね、見たことがあるんですけども、かなりね、大きくて迫力があったり、ね、迫力がありましたね。死因ははっきりしてて、脳腫瘍やね、拒絶性壊死、あと、白目のね、皮膚の変色、あと、心筋肥大がね、あったみたいです。で、なんと、普通の人の心臓のね、2倍の大きさだったとね、言われています。心臓の問題でね、呼吸不全や心不全が起きて、意識がね、なくなったみたいです。本当にね、悲しいことですね。彼はステロイドについて YouTube とかでオープンに話していたんだけど、多分成長ホルモンの量が多すぎたなんてこともね、考えられます。有名人の死因として多いのが、インスリンですね。だいぶね、危険だから、俺もクライアントにはね、基本的に使わないようにね、言っています。でも、伝説のね、ボディービルダー、マッスル北村さん、生前からね、付き合いはね、ちょっとあったりしたんですけど、最近としては元プロレスラーのね、北村克也さん、もね、亡くなって、同じ、北村ですけど、二人ともね、インスリンの、使用による低血糖からのね、急性心不全だとね、思われますね。ビッグアームさんも、この前の動画で取り上げたんですけど、最近亡くなってね、世界をね、ざわつかせました。彼の死因はおそらく、ジョーさんと同じく若い頃にね、たくさんステロイドを乱用して、自己ホルモンの異常がね、血栓などになったんじゃないかなとね、思っています。何度も言っていますけども、過去にね、一回でもね、ステロイドを使ったことのある人は、その後もね、本当気をつける必要があります。他にもジョーさんのような若手インフルエンサーで、ジズさんってね、方も亡くなった、ことは有名です。このようにアナボリックステロイドによる、脂肪事例がね、多いのは、彼らに、共通して言えることがね、あります。それは、若い頃に、無茶をしてね、ちゃんと調べもしないで、自分でサイクルを組んだり、推奨量をね、はるかにオーバーして使っていて、だから、ステロイドをね、使うなら本当に正しい知識を持って、リスクを最小限に抑える必要があります。実際ね、有名人の中にはね、ステロイドを使っていても何のね、異常も起きない人もね、たくさんいるんだけど、それらはね、彼らが正しい知識を持っているからということですね。ですからもういつも言っているように、むちゃくちゃなね、ことをやったり、大量に、ステロイドを打ってね、いくら大きくなっても、もう死に近づくだけですからね。それは皆さん十分気をつけて、正しい量、ね、正しい知識を、もっとね、学んでください。ということで、今日はね、この辺で終わります。それでは皆さん、さようなら。いいねとチャンネル登録お願いします。そして、コンプリートガイドよろしくお願いします。